どうも、バイスティービーです。こちらのバンムーフ S3 なんですけども、だいたい1年半ぐらい乗って、今どんな状態かっていうのを話していきたいと思います。こういうハイテク系の自転車っていろいろ大変なんじゃないかなとか思ってる人結構多いんですよ。なので、本当はね3年ぐらい経ってた方がいいんでしょうけども、ひとまず1年半ぐらい経った状態で、どんな感じかっていうのを話していきたいと思います。で、壊れた壊れないとかっていうのははっきり言って人それぞれ、もうこれ運だったりするので、これ届いてから1週間以内で壊れちゃったみたいな話も聞きますし、だから僕がね最初に言っちゃうとそんな大して壊れてないんですけども、必ずしも壊れないということではないので、そこはあらかじめご了承ください。まずね、大きく3つのテーマなんですけども、まず1つ目、故障など修理歴とかその辺話していきたいと思います。確かにいざ壊れたら結構厄介な自転車なんですよ。最近は噂なんですけども、なかなかサポートもね返事が来ないなんて聞きますし、なので、正直言って壊れたらかなり厄介な自転車なんじゃないのかなと。壊れる場所にもよりますけども、電気系統とかね、バンムーフの要はお店、バンムーフの会社でしか直せないような部分っていうのは非常に厄介かなと思います。で、自分はですね、幸い故障はほぼゼロということで、1個だけこちらのペダルのこの内側のネジ山がですね、ボロボロ取れちゃって、でこいつがグラグラしてっていう、これも完全に故障なんですけども、もしかしたらね初期不良じゃないのかなって感じでね、買って割とすぐの時に、これがねグラグラしてしまったので、バンムーフのお店で直してもらったってことはありますね。あとは本当細かいメンテナンスぐらいなんで、大した問題ではないですね。大した問題ではない。あとは本当普通の他の自転車でも起こるようなことですね。ブレーキがキーキー音が鳴るとか、そんなのも別にメンテナンスでなんとかなるし、あと一個思い出したんですけども、僕そこそこ雑に扱う人間なんですけども、何度かねこの自転車を転倒させてしまったことがあって、実はこのフロントフェンダーを支えてるこいつが抜けてしまってるんですよ。こういう状態になったことがあって、これ非常によろしくないですよね。これちゃんとくっつけなきゃなと思ってます。もう今日明日にでもやろうと思ってますけども、ただこうやって刺して、押しとけばね、全然問題ないんですけども、下手するとこのタイヤと干渉してしまったりと、このタイヤとフェンダーが干渉してしまったりしてよろしくないので、てか今思い出しましたでも本当そのぐらいですね。オートバイだと本当に1年半経ってそれだけなんていうのはなかなかないんじゃないですかね。やれオイルが漏れたとかね、何かといろいろ起きますけどもね。あと日常のメンテですね。タイヤの空気圧たまに見たりだとか、あとチェーンルーブ吹きかけたりとか、本当そのぐらいですね。そろそろねこのチェーンをこれちゃんと見たいなっていうのはありますね。こうやってバンムーフはねご存知の通りこうやってカバーがあるので、これパッと簡単に外せないんですよ。外せないこともないんですけども、こいつがね、あることによってチェーンをこう直に簡単に見ることができないんですよね。なんでチェーンの状態っていうのをあんまり見ることができないので、そろそろちょっと見てみようかななんていうふうに思ってますけども、逆に言うとこうやってカバーがあることによって汚れにくいとかそういうメリットもあるんじゃないのかなと思います。こうやってね室内保管してるっていうのもあるんで、わりかしだからほとんどそういった意味ではメンテナンスとかもせずにここまで来てますという感じですね。なので大きな故障は特にないですよと。で2つ目、バッテリーの状態は、これもね結構気になってる方いらっしゃるんじゃないのかなと思います。僕ねアプリでちゃんと何キロ走ったかって分かるように設定したのが最近なんで、厳密な今まで何キロ乗ったかっていうのはちょっと分からないんですけども、数千キロは乗ってます。数千キロ下の方でしょうね、乗ってますけども、そこまでバッテリーが劣化した感じはまだないですね。家の中で保管してるっていうのも非常にバッテリーにとってはいいんじゃないのかなと思いますけども、ただ僕少しでもね減ったらすぐ充電するようなタイプなので、もうすでに 100% にしときたい人間なので、そんなにバッテリーにとってはねよろしくないらしいんですけども、そんな使い方しててもですね、最近でも1日に100キロぐらい走ったりしてますけども、
それでもカタログ値と同じぐらい走れてるので、まあ、今のところ大丈夫かなって感じですね。でもしバッテリーの減りが気になるようになってきたら、普通に交換してもらうだけだというふうに考えてます。もうそれだけの話です。なんでそこまで気にしなくていいのかなと思います。逆にバッテリー、電動アシスト自転車のバッテリー盗まれるなんて話、よくニュースとかで見たりもしますし、まあこいつに関してはね、そんな恐れもないんでね、そこら辺に関してもすごい気に入ってますね。さあそして最後、盗難に関してなんですけども、僕はいつもですね、キックロックだけなんですよ。もういろんなとこに止めてますけども、もう毎日のようにね、恵比寿とか六本木とか渋谷とか、まあ池袋だったり、まあこの前横浜行ったりとかいろいろやってますけども、特に、チェーンのロックとか持ち歩かないんですよ。もうキックロックだけ、本当にそれだけなんですけども、盗まれたことはありません。盗まれそうになったことがあるのかどうかはすいません、ちょっと知る由もないんですけども、なんかおかしな傷とかは特にないですね。まあ、とにかくもうこれは一番のメリットじゃないのかなと思うんですけども、とにかくね、安心感がすごいです。よく自転車系の YouTuber の方なんかは、このロックが盗まれにくいとかいろいろね、 YouTube 動画上げたりしてますけども、これに関してそんなの持ち歩く必要もないんですからね、もう最強だと思いますよ。安心感がすごい。もうバイクハンターもいるし、あとは最近のバンムーフに関して言うとね、ファインドマイアプリ、アップルのファインドマイアプリ対応してたりとか、僕はそれ対応してないんですけども、まあ一応ね、エアタグは仕込んでたりはするんですが、まあ別に、バイクハンターがいるからね、万が一盗まれても取り返してくれる、もしくは見つからなかったり、もうバラバラにされてたとしても、これと同等もしくはそれ以上のものをもらうことができるので、何の心配もしてないです。なんなら、まあ僕こういう YouTube やってるので、なんなら一回ちょっと盗まれても面白いかなぐらいに思ってます。いや、嘘です。はい。まあ、てな感じでね、ほとんど問題なく乗れてますよっていう話になっちゃいましたけども、まあ、要はね、ほんと買ってよかったなって感じですね。もう23区内なら楽勝ですし、本当に1年半以上前はもう車に頼ってた生活から、まあこれね、アシストありではあるんですけども、外の空気吸って健康的な生活を送れてますしね、趣味としてももう最高だと思います。また今週末もね、どっか遠出しようかななんて考えてますし、もう本当に買ってよかったなと思います。ただ、これ買おうかなって思ってる方は、ここがね、結構故障する人っていうのが、最近まあ Twitter とか、あと僕に DM くれたりとかね、いろいろ情報が集まってきてる感じで言うと、ちょいちょい壊れてる感じで、サポートが全然返事くれないみたいなこともよく聞くので、そこに関してはね、ちょっと何とも言えないところであるんですけども、ただちょっとしたメンテナンスとか、もうちょっとした故障、こういうディスプレイ側とかだとなかなか難しいんですけども、そうじゃない、もう一般的な自転車屋でも直せるようなことだったらね、もうほんと近所の自転車屋さんとかで全然直してもくれると思うし、まあ、その辺はそんなに大きな心配ないのかなと思います。まあ残念ながらね、ここほんと運ですという感じですかね。てな感じで、まあ少しでもね、興味持ってる方の参考になればと思って撮らせていただきました。ご視聴ありがとうございました。